かつての奴の絵は色鮮やかで生々しくギラギラと輝いていた。絵の具の下に赤い血がどんぐらくと流れていた。ゴヤゴヤよ、教えてくれ、教えてくれゴヤよ。今回ゴヤが特に何かを成し遂げたわけでもなく、単に私がマドリードでの仕事を世話してやっただけのこと、手放して喜ぶことではありません。この気持ち伝えられない、出されぬ魂抱え込んだまま、気持ち心錆びつききしむ音を立てる、伝えられない、答えられない、飛んでいって欲しけられな い, 欲しくない、この世に一つの何かを求め、さらなる高みへ登り詰めるため、仕事を立て て, 立 て, て翼広げ、光目指して荒れ狂う風に抗い舞い上がるんだ。命令は不純な事故はしない、それがステイキザのやり方、命令されたらこの自分の作朝のような明日にしましょう。でもこの螺旋階段に踊り場はない、夢の先へいざないなさい、今宵もこの身ほてらせて、夜明けまで中は何を物語る、見果てる夢に手を振る友よ、その眼は何を捉えてる、砂と埃が嘲笑うだけ。俺はもっと上を。ポルトガルの国境近く、貧しかった田舎に生まれ、フランス許す街、これは正義の戦いだ。長お前はけなげにも全ての愛を注ぎ、真実のこの姿をキャンバスに映すのよ、だからもう一枚、あなたにはもう一枚だけかかればならない絵があるのよ、この目に見えるものを炙り出し掴み取り、歌
映し出し描きたい。あなたの中に眠っていた衝動という怪物。そして5月3日、フランス兵による大量処刑が行われた。救いのない殺戮、多くの血が流され、憎しみと復讐を繰り返し、これが人間の正体か。さらば別れだ。マルティ、マルティ、私は書く、ただそれだ、他に何ができよう。そこに一瞬がある。それを永遠に。試合、苦しみを選ぶ。喜びは消え失せて、無残な闇が押し潰す。私は見る見る見る、私は書く書く書く、ただそれだけ。他に何ができよう。